お疲れ様でした。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。はい、マジでめっちゃ疲れた。やばい、マジ途中クソハゲ散らかしてた時本当に精神が崩壊するかと思った。あー、えぐ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 。でもめっちゃ楽しかったな。でもあんまママできなかった。うちが赤ちゃんだったかもしれない、一番。あー、本性が。でもあれだな、なんかめっちゃ仲良くなれそう。最初どうなるかなって思ったけど。次は2クザさんか。あー、クザです。からよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、V スポーの雷キピです。ママをやらせていただこうかなと思ってます。お願いします。ママママね。誰のママ？みんなのママ。みんなのママだよ。ありがとうございます。いいね、こういうギャルママ。ギャルママいいね。ギャルママいいな。いいよいいよ。熱いっす。ちょっと待ってくださいね。迷います。あ、待ちます。この待ち時間もまたキーボードの音が聞こえるよ。お前は毎回気まずくさせるな。ごめん、なんか気まずくさせる得意なんだな、お前は。お前、いやー、ほんとにいつも喧嘩するな。私のせいですか、カルビさん。いや、そうだろ、どう考えても。カルビさん、私のせいですか。お前からだろ、こういう流れになったの。いや、だって何も言わなかったら逆にもっと気まずいじゃん、なんか喋らなかったら。すごいなそうだよね、そうだよね。そうだよね。全然違う、うん、ラッパあれよね。クザさん敬語をやりづらそうだな。どうなんだろうか。そんなこともないのだろうか。呼び捨てならあれそう。あれないだろ。もう呼び捨てで行っちゃっていいっすかって。逃がしてもらおう。その方がきっと多分、仲も深まる。いやー、めっちゃね、クズハーさんがママしてたね。ママだったね、マジで。行くなら行くよ。スキャンする。行くの？行く。行かない。キャンナー。裏切り。裏切り。おい。タイム越し。確かに。お腹すいたり。お腹は確かにすいた。トイレしたかったり。忙しいね。ほぼ赤ちゃん。なんかカルビちゃんとクザーさんの切り抜きが回ってきて、なんかクザーさんが井巻先輩になるかみたいな、鮭おかかって言うかみたいな言ってたり、そうカルビちゃんが話してるね、やつ見たりして、どんな感じになるんだろうってすごいドキドキしながらやってたんだけど。すみません、母性感じました。おちびに対しての接し方でってこと。クザハさんの新曲次回までに聴いとく。クザハさんでも忙しいんじゃない今多分。忙しい中ラプちゃんとかも長時間やってくれてね、感謝だよね。うちはもう文化…ちょっと待って、カルビさん正気じゃないでしょ普通に。カルビさん正気じゃないんだけど。でもめちゃくちゃ強いね、フィジカルすげえや。いや、みんな強えや。うちあいつを思い出したね、あの魔界のあいつ。ラプラスさんもクラッチするし、水瀬さんもオペもエイムもいいし、キュピさんやっぱ頭でかいね。一番戦況見れてる気がするわ。いや、自我出してよかった、デュエやらしてくださいっていうの。トンボさんめっちゃよくね。どこから教えようっていう顔になってたけど途中から。でも俺初めて聞くような、なんか一個深めに入ったような話だったわ。ちょ、本当に失礼だけど、寿日殿下のチームだから、あ、結構ノリでここもうフィジで破壊っすみたいな感じかと思ったら、めちゃめちゃ理論派だった。IGL なの？トンボさん。そうなんだ。
敬語取ってもらう。いや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 、まだ早いでしょう。打ち解けた方よ、1日目打ち解けた方よ。まあ、カルビさんは別に敬語じゃなくてもいいなって感じだけど、まだ早いでしょ、まだ早いでしょ。いやーでもキューピーさんママだな、マジでかなり母性感じました。すみません、自分母性感じました。結構序盤助けになった、あの俺が隅っこで何かボソボソやってる時も一部合流して一緒に詰めてあげる。じゃあもう全員ほぼ B 側に人数寄せちゃって、あ、食らう食らう食らう、そうそう行くんだ。ショート見てても食らうっすよ、それ。あらっす、あらっす、命がけ。ガチで熱いんじゃないか、これ。全員が痛恨してくるパーティー多そうだから。あー多そうっすよね。うん、ぶっ刺そうんじゃないマジで。大会キッズどもを思う勢い。こけたらやべえなー。言い方よ。いや、こけても楽しかったらいいでしょう、これは。ママとさせていただきます。いや、いや、こけないよ。かっけえ。いや、僕かっけえ。ママとギャルが両立しました。 FF 外から失礼します、母性感じます。話しかけてくれた。陰キャすぎるだろ。なんか話しかけてくれた。ちょい肝でちょい肝入ります。自分肝いいですか。いやでもいいね、なんかいいチームの形を見出せた。俺どうなるかなってちょっと不安があったけど、いいチームの形に向かってる気がする。